2020明治安田生命 J1 リーグ第15節、大分トリニータ対湘南ベルマーレの対戦です。大分市の昭和電工ドーム大分からお送りしていきます。では今日のスターティングメンバー、まずは大分からです。ゴールキーパーはムンキョンゴ、最終ラインは岩田、鈴木、三沢、中盤は松本、羽田、島川、田中、そしてワントップツーシャドウが三平、町田、知念となっています。一方の湘南です。前節から1人変更しています。ゴールキーパーは谷、最終ラインは大岩、坂、大野、中盤は岡本、金子、石原、バラダ、松田、そして2トップは岩崎と石原直樹となっています。金子が受けてクロス、大外です。ここに岡本が待っている。残した。このボールは大分の知念です。ここから町田大和へ、この50のボールは湘南。さあバラダから右の岡本に振って、中には石原直樹入ってくる。クロス上げるか、マイナス、決まった。湘南ベルマーレ先制。前半の7分、最初のチャンスをものにしたのは湘南ベルマーレ。今完全に崩しましたよね。やはりあそこのアタッキングサードまで進入した時ですね。やはりここボール持った時、後ろからねオーバーラップして出してと受けても、ね、タイミングばっちりですし、よくね合わせましたよね。中央上げてきました。狙ってきた、すらして決まった。追加点は湘南ベルマーレ。大岩のゴール、2試合連続、大岩です。これは湘南としては大きな追加点ですね。まだ10分ですか。近いところには町田大和がいます。三平が走り出して、ここは最悪を狙いました。よく今谷触りましたね。いや、いい反応でしたね。三沢のキックでした。中央に放り込んできて、三平だ。いやー、よく抑えましたね。非常にスピードに乗ったボールでしたが、これ難しいですけどね、よく左向きましたよね。このボールに対し、シュートに対して谷、よくね防ぎましたね。ああ、いいですよ。さあこの縦に、さあ田中達也、今日は左のウイング、田中のこれシュートだ。ゴールボースギリギリです。今のも一つ大きなチャンスを見せました。いや、今田中の良さがようやく出ましたね。大分は伊佐が投入されています。町田が手を挙げてますが、田中切り返して、クロスは上げない。三沢からのクロスにした。渡が競る、落としたところ、前田だ。このセカンド、もう一度回収、大分。さあちょっと大分の時間帯ですね。三沢が入れてフリックできるか、決まった。大分1点返した。島川のヘディングシュート、これで2対1です。大分、今のは見事に崩していきました。78分の大分のゴール。さあこれちょっとわからなくなりましたね。8試合ぶりの勝利がかかっている湘南です。2対1、1点リード、1点を追いかけますのが大分。さあ香川、先ほどから何度もチャンスを作っている大分。ちょっとずれまして、田中、縦に前田ですが、放り込んでいった。フリック、伊佐が決めたヘディングシュート、すらしてゴールマウスに吸い込まれた。これで大分同点、88分だ。伊差はやりましたね。先ほどこのシュートの前にね、1本こう同じようなヘディングで後ろねすらしましたけど、その感覚がこう残ってたんでしょうね。これは薄く当てましたからね、当然ボールスピードも上がりましたから。いやー、しかしこういいコースに飛びましたね。素晴らしいシュートだと思います。ファーサイド渡りがいますが、その渡りを狙う谷がまず触る。こぼれたところ、日本には田中、松本、田中からふわっと浮かせたボール、ドローンポスト。最後決定機を迎えたところで、ここで長い笛です。大分と湘南のゲーム、2対2ドローに終わりました。いや、すごい試合でしたね。